まあ、こういう、うん、テイクアウトのこんにちはお店もあります。おはようございます。撮影させていただいてます。今は何をやってるんですか？ここはポヨというお店で、はい、ランチを出しています。これテイクアウトでやってらっしゃる？そうですね、テイクアウトでそぼろ弁当を、大変ボリュームがあって、美味しいんですよ。そうです、はい、でもそぼろ弁当と、夜は餃子ですね。それもテイクアウト、ね、これもテイクアウトで、はい。宮子さん、おはようございます。おはようございます、お話すいません。 IWJ と申します。どうですか？大変ですよね。大変ですよね、この状況下で、はいはい、あのテイクアウトに切り替えてたのはいつ頃？いや、ほんの 2日ぐらい前からです。そうなんですか、はい、もうずっと長いんですか、こちらでやってるお店ですか？はい、あの長いです。30年以上になります。ね、じゃあもうそのいろんな波を受けてきてると思うんですけれども、はい、まあ、今回のことどんな風に感じられてますか？いや、今回のことは予想しなかったことですよね、うんうん、前のことは徐々に徐々に来ましたけど、今回急だったんで、うん、ちょっとそれが、まあ、対応が、うんうん、どうしていいのかわからないっていう部分もありますよね、うん、そうですね、はいはい、お客さんとかも、ね、常連の方とかは、はい、なんかこう連絡取り合ったりとかしてる？まあ、あの LINE で、あのやり取りはしておりますけどね、そうですか、はい、利用される方っていうのはこの辺り？いや、もうほとんどうちのお客さんはちょっと遠いので、うん、ですから近くにいる方がちょっと、うん、あのあれしてくださる程度です、うん、はい、そうなんですね、はい、で結構どのくらいこう日時出る感じ？いや、そんな出ませんね、まだ、うん、まだ2日、今日で3日目ぐらいですので、うん、まだそれほど皆さんにもあんまり言ってないので、ないんでちょっと、そうですね、そうですね、なんとかね、ここを生き延びれば、乗り越えることができればと考えてますけどね、なんとしても乗り越えていかなければと。体も気をつけて。はい、ありがとうございます。ね、皆さんね、工夫しながら、そうですね、あのどうしてもね、仕事が突然、うん、ね、あの休業要請受けて、うん、お休みになってしまって、うん、何にもしないとやっぱりどうしても精神衛生上、うん、良くないので、まあ、散歩がてらね、近くの方であれば毎日お店に来てお掃除をするのも、うん、あの生活のペースが乱れなくていいんじゃないですかっていうような提案をしたりですとか、うんうん、まあ、ああいうテイクアウトを始めてみませんかっていうようなお声掛けはしているんですが、うんうん、なかなかそういう気持ちが落ち込んでいる中で、あんまり新しいことを迫られると戸惑って、うん、身動き取れないっていうような状況も見受けられるので、そこら辺は頻繁に、見かけたら声をかけるような、うん、形で、少しでもね、愚痴でもこぼしてもらえるといいなって思ってます。先ほどね、最初に、その美智子さんがいらっしゃった時も、ああいう感じで皆さんこうなんか伝えたいことがあると寄っていかれるって感じ？そうですね、昨日ちょっと美智子さんと、連絡を取ってというか、お手紙をいただいて、はい、その内容を読んで落ち込んでるかなと思ってお電話したんですけれど、で、ね、で今日は天気がいいし、うん、どうもコロナウイルスは太陽の光に弱いらしいっていうニュースを見たので、うん、特に人混みを歩くようでなければ、こういう昼下がり、天気のいい日に5分でも10分でも安全な形で散歩したら、きっと心も晴れるでしょうし、はい、健康にもいいですもんね、そう、在宅でね、ずっといると本当に体が冷えてきて動きもしないし、うん、体に悪いなって思いますもんね。そうですね、で家にいるとテレビをつけてコロナコロナって言われると、やっぱりそれで皆さん気がめいって、もうテレビも見たくないっていう声も耳にしたので、そういう状況はね、多くの人が共通する部分で、やっぱりこの
営業できないからお金の心配っていうのもあるけれども、精神的に弱っていくっていうのももっと心配で、あのこのあとね、あの5月中にでも自粛要請がもし解けたとしても、やっぱり気持ちの問題で立ち上がっていくっていうのに時間がかかったり、立ち上がれなくなったりとか、そういう心配も同時に考えていかなきゃいけないなと思っているんですよね。こうなんて言うんでしょう、落ち込んじゃってもう何もする気がしないっていうような、こう店主の方がいたりして、まあ、そういう方へ の、 その声掛けとか、ちょっと気にしたりとか、 その、はい、そういうこともこうやられるといいますか。そうですね、うん、どうしてもこのコロナウイルスって人と人を分断するので、うん、なかなか対面でお話しするっていうのが今すごく難しいので、先日簡単なアンケートを作りまして、うん、まあお金の問題もそうですけど、よく眠れてますかとか、自分から発信してますか、近所の方とお話ししてますか、お客さんと連絡取ってますかっていうようなチェックするだけのアンケートを配って今回収しているような状態で、そうすると多少なりとも現状の皆さんの心の状態もわかるし、また4月にアンケート取ったものと5月にアンケート取ったものでだいぶ違ってくると思うので、アンケートは月に一遍でもいいから配布して、記入して提出してもらおうかなと思ってます、うん、そうですね、はい、そういう工夫がね大事になってくるんでしょうね、はい。